はい、朝もですねマクドに来ちゃいました。はい、そして今日もハッピーセット頼みます。あれこれさ逆じゃねえ。俺持ち帰りと店内頼んだんですけど逆だな。上が持ち帰りのはずなんだけど、あれ上が店内のはずなんだけど、上の方が値段が。皆さん勉強してますか。これ持ち帰りと店内は店内の方が高いんですよ。店内は外食だからね。はい、なのでそういう値段の差が出るわけですよ。はい、ね、勉強しましょう。持ち帰った方が、持ち帰ると食料品なんで 8% で、店内だと外食なんで 10% なんです。これちょっと逆だな逆になってますけど、まあ別にいいですけどね。はい、ではちょっと来るのを待って待ちたいと思います。はい、じゃあ今日はですねちょっとあの昨日と頼むものを変えてみました、ね、メインメニューはこのプチパンケーキ、このね、リンゴバンドクリームをかけて食べる。でこれ枝豆コーン、そしてジュースは野菜ジュースにしてみました。はい、それじゃあですね、鬼滅の刃のシールを開けていきましょう。ちょっとこの開けときました。この方がね、なんかこれすぐ開きやすいですね。なんか子供が、ちょっとね、片手でもいける。子供が開けるからね、すごく開けやすくなってますので、はい、じゃあちょっと今日は、今日は誰のセットかなと、はっ、善逸です。善逸が。コーヒーを持ってきてくれてます。根津子善逸夫婦ラインができましたね。はい、ということは今日は善逸セットですね。セリフもねあって、キレキレってもうこれめちゃかっこいいんだよ。善逸かなり好きなんだよ。確か善逸ってやっぱちょっとなんか共感しやすいですよね、視聴者が。なんかそのすごいダメダメなんだけど人間ってああいう部分絶対あるんで。いやーこれしかも俺がなんか描いたとこの絵だ。過去の私の善逸が好きな動画を見てください。はい、というわけでね、よかったですね。じゃあおもちゃもこれ10種類あるんでね、スーパーマーケットで。まさかのダブりました。10種類あるのに2個目でダブルっていう奇跡の確率になりましたね。はい、じゃあ今日はですね、全員セットの、ハッピーセットいただきたいなと思います。はい、じゃあ今日はですね、昨日はねかじる系の食べ物だったんで、ちょっとやっぱ食レポはお見せできなかったんですけど、今日はこれはいいでしょう。一口でいけます。普通に美味しいですね。全然大人が食べてもいいよ。そんな別にめちゃくちゃ子供用って感じじゃないですけど、うん、普通に美味しい。枝豆コーンなんて私の好きなものを組み合わせただけじゃないですか。うん、うまい。
居酒屋の枝豆よりうまいよ。で、枝豆好きですけど酒は嫌いです。酒って飲む価値あるんですかね。本当この1年で飲み会って絶対いらないなと思いました。食べるのは長すぎますよね。はい、ごちそうさまでした。では今日もね、ハッピーセットで幕開けのハッピーな一日になりそうです。ちょっとお持ち帰りでも買ったんでね、これも何が入ってるか楽しみです。はい、またね、ちょっと何回かもちろん確実に来ますけれども、あれ、プレゼル、これね、どれにしようかな。イノスケ、まあ、でも全部欲しい、全部欲しいですね。はい、なんでまたね、ちょっとしばらくハッピーセット食べたいと思います。それでは皆さん、いい一日にしてください。